前回いろいろポカをやってるのを後に気づいて、基本的な事実としての訂正としては、東京草原社のゲームブックに入っているアドベンチャラーズインっていうのと、こう富士見ドラゴンブックに入っているドラゴン通信っていうのを混同して話していますね。ドラゴン通信っていうのは富士見で、東京草原社のアドベンチャラーズインっていうのはまず訂正です。そして抜けていたのはこれですね。知っていたんですが、多分こうフロイト的な言い落としとしてですね入手、なぜかというとですね、これこ、そう国会図書館に入ってない。はい、入ってない。そしてこれ雑誌扱いなんだ。そして雑誌コードがついてる。中身が雑誌、これトレーダーズギルドっていうところで買いまして、トレーダーズギルドっていうのは、こう、絶版のゲーム、TRPGK のものすごい値段で売ってるのよ。あれ買いましたよ。シミュレーター。はいはい、シミュレーターの、第1期シミュレーターの創刊号以外の12冊セットかなが3万ぐらいやっぱ、我々は今、候補的に感性が麻痺しているので、安いなと思ってしまうかもしれませんが。まあそんなもんだな。はい、まあそんなもんだ。ちなみにこれは1冊1万2千円。なかなか多い。というので1週間考えた。どうしようか。どうしようかな。はい、ただ、まあ研究するぞ。それで、結論から言うと買ってよかった。中身は良かった。で、何年から何年まで出てたかっていうのを覚えてませんが、このシリーズがあって、軽文社の大百科シリーズっていう、まあ、小学生ぐらいがターゲットのシリーズ。で、多分、私とか、沢田さんとか、なんだろう、伊達さんは知ってるか分かりませんが、伊達さんも見たことありますかね。書店であったわけです、児童文学のために。あったな、知ってました。はい、だから、見たことなかったけど、そうたくさんある、何百冊もある、ただしこうこれさっき例えば私この中のシリーズで、例えば少林寺拳法大百科とかですね、持ってましたけど、なんだろうな、実際の少林寺拳法では使わないような用法がいっぱいある、やってたんです昔ね、高校で少林寺拳法部の部長だったので、チェンジマンってすごいですね。そうだから、一冊でチェンジマン、だからだいぶなんか実情とかけ離れてるけど面白さを重視するみたいなですね、そういうシリーズで、これだけじゃなくてコロタン文庫っていうライバルシリーズがあって、でこのシリーズが、たくさんあって、まあ内容は玉石混交であります。とりあえず子供が好きそうなもんなら全て網羅している百科としてね。それはそれですごいね。そう、何でもある。だからいわゆるその前に怪奇系児童書っていうのがあったわけですけど、図書館とかによくあった、まあ、今もああいうのもない、一部復刻してますけどね、でそれよりは安い、これは定価がいくらになってる、650円、だから20倍の値段が定価680円、だから送られてくるときは化粧箱に入ってない貴重なものとして送られてきたわけです、はい、化粧箱みたいなやつに入ってね。いや、それはともかく買ってみたら中身が非常に良かった、いやこれはすごいですよね。実際なぜかというと、私が知らないゲームブックすらあった、というですね、恐るべき内容でありました。ちょっとなんていうか、ターゲット層のことを考えているかって言われると首をひならざるを得ないところがある。いやだから好きなんでしょうね。好きなんでしょう、ね、著者がね、著者は誰かというとアップルシティ菊島慶三さんが構成文ということで、多分この人がほぼ一人で書いている。ただし中にゲームブック3作品入っていまして、これは、それぞれ別な著者です。一応最初の消えたアイドルってのはここで関島良子さんって人が書いてます。消えたアイドル、はい、これね、で次に次のファンタジー RPG 風のものは、これは日高正幸さんって人が書いてます。最後漫画の
西武対広島第8戦というのは日本シリーズ、はい、これは原作と漫画が別に永田博明さんと5冊も出てるんですか、はい、江頭、剛さんという方が書いている漫画原作になったわけ。もう全部無限ブックであってですね。本当だ、野球ゲームになってる。すごい。びっくりしました。86年の日本シリーズってどことどこだったっけ？85 年が阪神の西武だから、はい、本当に広島時代か。西武強い時代だけど。広島も赤ヘルの部分だから、まだ強かった。西武広島だったんですか？マジでそうかも。はい。というわけで、非常にね、こうお得感がある内容で。であります。で、ちょっと見てみると、資料でオンラインの方も共有していているので見ながら言っていただければと思うんですが、本当に西武と広島です。はい。はい。例えばここで出てるアドベンチャーゲーミングダイスっていうのは、こう神話っていうところが出していた。あ、TSR かな？どれかどっちか忘れましたが、あ、神話か出しているので、私はショップで。流通在庫を買った記憶があります。このダイスね、まんまで出せるのかな。そう、ダメですけどね、はい、ですので、いきなりゲームブックのルーツから始まるというですね、D&D クトゥルフの呼び声トラベラーという当時の御三家 SF ホラーファンタジーホラー SF の口絵にウォーブザリングですよ、この本。そして SPI さっきから話題になっていたSPI の指輪物語が出ている。いきなりこれで西門線が絵を描いている小学生が読んでポカーンですで、次にゲームブックのルーツ、なんとウィザーズ&プリンセスが出てくる。すごい。次、銀河ヒッチハイクガイド、これ SF 小説ですが、マジすごいですね。はい。で、テキスト版の流星がゲームブックに影響を与えたっていう、ちゃんとですね、テキストアドベンチャーとゲームブックっていうのはほぼ同時期なんです。それがちゃんと抑えられているわけですね。そして、ウルティマットウィザードリーという王道のコンピューターゲームが出ていると。で、次、D&D のフィギュア、メタルフィギュアですね。しかもこれは、TSR が当時出していた、ダンジョンドラゴンズの、一番魅力的なフィギュアの一つですね、有名なね。オマージュが捧げられていることも多い。プレイヤーキャラクター用とモンスター用が分けられている。メタルフィギュアもちゃんと。ちなみにメタルフィギュアを使うゲームブックは、ほぼありません。ないですね。一応、ブラッドソードってやつは使うんだけど、とか、まあ、ブロスのニコンクエストとか、まあ、ないことはないんだけど。次、傑作ゲームブックの数々。はい。で、吹山の魔法使い。まあ、これ復刻してます。ソーサリー4部作っていうのも、まあ、今度復刻するようです。で、ウォーゲーム。これ皆さん知ってますか？これ。はい。これはね、正当者のシリーズで、ちょっと、20年ぐらいまではブックオフでたまに見ました。はい。次、惑星連危機一発、ねじくれた悪夢の森。このあたりはですね、今、レア本で、例えばこの、ねじくれた悪夢の森って今いくらかするか調べてみると面白いかもしれませんよ。はい、とてつもない値段で。君はエスパーっていうのは、これは逆に言うと、スーパー頭脳集団アイデアファクトリーって夏の団体がゲームブック部分に当て込んで作った企画もので、内容がつまんないという評判のやつです。ですが、奇妙ななんか、再建感みたいな。ある。で、山のサバイバルで、これも見たことはあるけど、中身は私も知らない。はい。で、最終ゲームブック、シャルコム10の怪事件、フーゴ・ハルさんが関わってるやつで、これはドイツゲーム大賞を取ってるやつでありますね。サクサク。はい。次、はい、めくっていただくと、はい、ゼビウスのゲームブック。これ、井上直美さんかな、確か。これはゼビウスって皆さん、これゼビウスのボードゲームなんだけど、実はファンタジーものなんですよ。ゲームブックなんです。ファンタジーなんですよ、これ。中身は。そうそう、こういうのありましたよね。はい。で、ドルアーガとかなんかあるんですね。はい。で、鳥居かな子さんって、この人は乱歩賞作家。ね、ミステリー作家で名のある人が乗り込んでくると。最近よく、生ける屍の死の山口正也さんが13人目の探偵誌、ゲームブック復刊したいということをずっと言ってますから、ニューゲームズオーダーでどうですかみたいな話。次、ドラゴンスレイヤーって、このあたりもね、もう、すべてレア本ですね。次、
D&D のゴーストタウン魂の石、これは D&D 正確に言うと AD&D のシリーズであります。でウルティマロストワールド、これは、側だけを使った別なゲームとして、あるゲームとして復刻しているものですが、対戦型のこう本を交換してプレイする。もはやパラグラフもない稀だったらしい戦闘ゲームだと言いますが、パラグラフは厳密に言うとあります。はい、数字があります。なので、量が多いので、なんか解説もあの濃淡があります。はい、めくっていただくと D&D ファンタジーアートモンスター大図鑑って、モンスター大図鑑って方は僕はこれ知らなかったですね。もう横山さんは知ってるかもしれないけど、D&D ファンタジーアートっていうのは、これはエルモア、ラリー・エルモアとかの絵を入れてるシリーズで、この辺りも今とんでもなくレアになっております。そして、16ページ、これは、デニス・ホイートリーって皆さん知ってますか、あのホラー作家、ミステリー作家のホイートリーのマイアミ沖殺人事件とかのシリーズ、これはなんと豪華本で手がかりのものが物としてついているというシリーズであります。で、右下の記録誌、これは古本でゲームブックアウトというか挟まってたり書いてるの挟まったりと、まあ、当時は何でも入ってるし、今のファイティングファンタジー復刻した時も入ってますが、そしてローンウルフはわざわざカラーだみたいなですね、こだわりがある。で次にめくってもらうと、ゲームブックってそもそも何っていうところ、まあこれは良いでしょう。ただ当時どうやって授業されたかよくわかる、安い、お手軽、お風呂でやったらでもダメですねこれね。はい、お風呂で本読むタイプの人と読まないタイプの人がいるじゃないですか。はい、だから読むタイプの人ってどうやってその本をダメにしないで読めるのか不思議でな。だから一応当時はこうなんかビニールのカバーみたいなのがあったわけですよ、本風呂で読める。今もスマホディップロックに入れて、はいはい、でも一応ちゃんとした説明があって、システム全体が本の形式で閉じられているゲーム、そのまその通り。はい、次にゲームブックもいろいろある。パラレル小説タイプ、これは要は分岐のある小説というだけであります。シミュレーションタイムっていうのは、まあ数値で細かく設定されているというので、なんとこのアレクサンドロスの遺産が、これは単にゲームブック、広いみたいなゲームブックと突っ込まれていますが、これは完全なヒストリカルマルチであります。コマがついて1500、アドテクノスが出していたねところであって、まあ流通上はでもゲームブックに、そういう意味じゃないだろうっていう、はい、だからなんかそういう突っ込みどころもある。はい、でも突っ込まれるっていう想定に書いてますよね、これはね。次ロールペンゲームタイム、でも想定で書くのは間違いなんですよ、そもそもこれは経営文社の小学生向けの大胆なのだから。はい、これ下は、ファイティングファンタジーの、TRPG 版のこう一部分ですね。次ゲームブックのルーツを取る、なんとページもすごいですよね。筒井康隆のデマが出てきましたね。デマというのは、これは筒井康隆が舞台化もしているものであります。要は、なんかこうパラグラフごとに話が分岐というよりはこうごちゃごちゃしているのを表現しようとしたって方がいいのかもしれません。はい、続いて D&D ウィザードリーみたいな、こともあるんですけれども、さらっとゾーク映してるのもすごいですね。そう、これが下がゾークですよね、これね。ゾークですね。はい、ウェルカムトゥゾーク、テキストアドベンチャーってやつです。びっくりしました。次、はい、ゲームブックのルーツ、 T&T のソロアドベンチャーでも早い、うん、そして靴の指子のソロアドベンチャー、なんとこんなものまで出ている、ちゃんと書いてある。いやー、びっくりしました。正しいわけです。はい、そしてこれはゲームブックブームが一番盛り上がった時、87年1月に出ていたというわけで、約40社から300冊以上。すごいな、すごいな。はい、で、はい、74年の夏頃からこの手のゲームが雑誌に、これ何の雑誌かよく分かんないですが、何でしょうね、横山さんに鑑定していただきたいぐらい。これは分かんないね。そして、ヒキサウンド魔法使い、84年冬の発売で40万部以上、多分ね、もっと売れてる。ミリオンいってるはずです。次にパルグラフのソロ、ゲームブックにはパルグラフが付き物。
まあ、こんなところまで解説されている、うん、でこれをまとめるとフローチャートっていって、まあ、コンピューターのね、フラッグ管理と同じであります、うん、ちゃんと分岐がひし形になってね、そうそうそう、高いところは、はい、高いところはちゃんとしている。で、あとは単に分岐じゃなくてアイテムがフラグになります、うん、はい、ちなみにこの前100円のゲームブックっていうのが出て、あれすごい傑作で、ダイソーのやつで、近々予告しますけど、フォーゲーマーにリプレイというか私のレポートが出ます。子供と一緒にプレイしたってやつですね。子供向けのゲームを、あれは戦闘ルールとかないけど、いわゆる後出てくるあのパラレルアドベンチャーじゃなくて双方向アドベンチャーだ、双方向パラレル小説タイプに近いんですが、アイテムはある、アイテム持ってるかどうか選択って結構重要、バッドエンドとかもあります。子供向けのやつが、あのスゴロク屋が輸入したフランスのゲームブックがそういうやつだ、ね、フランスのゲームブックはそういうのも、それがヒットしたから多分それを自分、はい、じゃあパラメーターっていうのもあります。これが一応数値管理っていうのもやっていく、やらないとやっぱり僕物足りない、ゲーム戦略がないよって話、まあその通り、あとはサイコロ使いますよっていう話もあります。なんとあの左下ボード版の複雑な戦闘機インペリウム、どさくさに紛れて乗せてやろうかな、すごい。インペリウムってトラベラーの世界観を使ったシミュレーションゲームではあります。あのすごく時間がかかる大規模なゲームであります。まあ、面白いけどね。よくあの復刻してます今ね。続いてゲームブック、とりあえずゲームブックやると自作したくなります。当時のゲームブックのコンテストは小学生とか普通に入選してます。12歳とかで300パラグラフとか書いて新聞で出ましたね。はい、ですのでテーマシステム、はい、また部分的にフェックスを使えとか書いてある。そこまでやる、はい、で設定を煮詰めろ、あ、はい、設定をちゃんと作れ、イメージシンボル地点を読め、でストーリーを練り上げろ、そしてフローチャートをちゃんと作れというのが、書かれております。フローチャートどの段階で作るかって微妙で、私は実は自作を書くときはフローチャートはこんなのは作らない。なぜかというと文章が切れるから。ですがゲーム、いわゆるゲームしたいものを作りたい人っていうのはこれから、今こういうソフトが作れるのはあるわけですね。それでやっていく、だからやってることはアナログでやってるだけです。でチャートに番号をつけろ、まあそうですね、シャッフル散らす、ここがゲームブック作るときに一番、めんどくさくてですね、シャッフルに失敗してバグが出してしまうといけない、成り立たない。で、チャートを見ながら聖書アナログで作る感じになっていて、はい、こうなんとも番号部順に紙を並べて後で入れ替えようというですね。これヨシミルなんですよね。ヨシミルです。ヨシミルってなんだろう、あのメタルスレーダー、そう8メガなんですね、ファミコンでね、確か。だからヨシミルさんの絵で、でもこうまだブレイク前というんですか。でゲームバランスをちゃんと整えよう、理不尽なデスパルグラフを作るなと書いてあります。あのめちゃくちゃ死ぬゲームブックも当時たくさんありました。へえ、はい、いやクトゥルのねゲームブックでも死ぬやつがあるんですよ。続いてオリジナルゲーム、これは、まあ、ご自分でプレイしていただければいいと思うんですが、1本目推理物消えたアイドル、これは、ルールがほぼない、アイテム管理だけですが、一応こうハードボイルド探偵ついで字の文がほとんどで小説のように読める、これはこの本ではパラレル、小説タイプというふうに定義付けられて、文章が全然合ってないんで、え？文章が全然合ってないんで、はい、確かに、はい、だからちょっと劇画調の絵というんでしょうかね。消えたアイドルのタイトルに書いて家ではない。はい。あの80年代ってのはこういう渋い絵がいっぱい。それこそヨシミルでいいだろう。はい、昔のブーのなんか妙な小説的なもんならこの絵でいいけど。続いて SF ファンタジー RPG 時の伝説。これは、RPG 風というので
あの戦闘シートっていうのがあります。戦闘シートにダイスはねこれは使わないんですね。戦闘シートにこう0から7まで A から B に書いてあって割り振りですね実際ね、はい。でも0から7まで適当に書いてくださいだから強い数字ばっか書いても多分ダメなんですよね。で体力管理というのもあるというので、まあ、最低限のルール的な処理があるよということになっております。でこれらは100パラグラフ単位でぐらいになっていて、こう、あ、80から100ぐらいで、いわゆる周辺ぐらいの分量なんで、なかなかやりごたえがあるものなんで、普通は、こんなにつめつめにしないので、なかなか頑張ってる本だと。次、漫画。これは、漫画タイプのゲームブックっても昔もありましたし今も少しありますけれども、これは野球のシミュレーションをちゃんとやろうということのようです。はい、だから野球のね場面自体がだからドラマがあるというよりも野球そのものをやっているということでサイコロも使います。でシミュレーションをやろうとしてるらしい。でこれが178ページ見ていただくとこれがシミュレーションですということが書いて書かれております。でもなんか野球好きだったらこれ見るとやなんかそのイメージみたいなのはその自分の見た感染した知識から山ほどこういうのが湧いてくるわけなので、うん、これはその下手にルールを入れ込むよりはこうした方がいいっていうのは非常にいい実装だと思います、はい、実装としては。次にカタログ、これはね知らないのもあった結構、うん、というわけで皆さんこれいちいち価格を検索すると驚いていただければと思います。現在魔界城の冒険これも知らない、スターへの道これも知らない、ソノラマ騎士ローランこれは知っている、はい、このシリーズが出た。このあたりはあまり部数も出てなかったと思われますが、パラグラフ数も一応書いている。エイリアン、菊池秀之原作のエイリアン。秀之がこの今をときめくエンターテインメント作家という、こう、紹介になるんですね。そうですね。そして、惑星連合の危機。ソノラマのゲームブックシリーズ。このあたりはですね、あんまりマニアも着目してない。あれです。どんどんいきます。ソノラマのシリーズ。10億円を奪い、魔法使い、ナッシャンという、剣士とは妖怪、魔境の飛躍を全然知らない。はい。そしてさっき言った、クリストファー・ブラックのやつとかもありますけれども、なかなか、このあたりも全然僕は知りませんでした。続いて184ページ。ちょっとか、バルジの戦いとかですね、ミニゲームが入っている、アスカ書店、聖ペラジカンです。これも知らない。シミュレーションタイプのシリーズっていくつかあって、今もこれもほとんど機構書だと思います。で、ドラゴンスレイヤー、ガルシアのドクロ、オーディーン、このあたりもですね、全然ない。ドラゴンスレイヤーとか買い逃して今とんでもない値段になってる。そもそも宇宙戦艦ごとは西崎由紀がこんなものをアニメで作ってたんだ。はい。それすら知らないです。そうそう。続いて、名探偵ホームズ、奇岩城の謎。いや、これも知らなかった。妖怪のシミュレーションブックス。学研じゃん。そう。学研からのやつとかもあってですね。いやいやいや。はい。そして、例の、君はエスパーとかですね。少女漫画の、恋のシークレット占い。桐原書店がゲームブック、そうなんです。これ、桐原なんです。英語の参考書で有名なね。はい。続いて188ページ。アメリカ、アイデアファクトリーの謎シリーズですね。これはさっきの君エスパーからのシリーズであります。うん、どんどん内容は電波っぽくなっていくというですね。展開して何がなんだろう、ね。はい。ちょっと面白そう。めっちゃ面白かった。猫と一メコ反撃大作戦ってこう、はい、すごいドラッキーなタイトル。だからこのあたりはいわゆる蘇生乱造ですね、初期のね。すごいね、はい、そもそもこの時代に力道さんのアメリカ遠征ってもうなったか、確かに時代が全然おかしいですよね、うん、誰だそれ、確かにね。じゃあ次どんどん熱球甲子園とかアイデアファクトリーのこの連発ぶり、すごいよ、これはいわゆるヘンプロに近いやつだったと思われます。ですがこう非常にやっつけというので悪名高い作品ですが、007の冒険、あ、007じゃなくて007なんですね。007にしちゃって、ちょっといろいろうんちくも出てくる。
知らなかった、これも。はい。で、次のねじくれた悪夢の森とかのシリーズであります。これ翻訳ものですが、あまりメジャーじゃないんだけども、シリーズとしては続いている。ダーウィンの時のシリーズであって、雰囲気はあるんだけど、寄稿書ですね。はい。続いて、ドラゴン、スタジオハードのシリーズですけれども、これは、版元が、軽文社のシリーズであります。双葉社のシリーズってのは別にありまして、はい。マリオ、ドルアーガ、そして、影の伝説、ガンダム、魔軍の都市、みたいなんですね。そしてなんと、アンドロイドの小松左京監修の高彩度原服なんて知りませんでした。監修したのか、してないと思います。はい。誘拐都市、田中浩二原作、など、なんと、第2、1世代、第2世代の SF 作家。そして、鬼太郎の激怒鬼太郎。これも吉岡仁。はい。はい。右責任官庁、タイラーですね。この吉岡さんは、後出てくる、ルパンのゲームブックも書いています。そして、宇宙基地伝説、山のサバイバル、進化の宝探し、このあたりも全然今見ないですね。ドラキュラ特急、謎のピラミッドパー、天才コンピューター A30、これも知らない。大体こう、ちゃんとその一言でもシステム寸評を入れてるのが偉いですね。いや、でも やっつけなのはあれ、消えたマヤ帝国の秘密。44通りの結末がある。なんだ100パラあるんですよ。44ってそれ、半分が結末パラじゃないですか。次、105パラが30種類ある。どういうことなんだ、多分分岐が少ない。分岐が少ないんですね。いや、それこそ、無料の、無料のノベルゲームってこんな感じで。そうそうそう。すぐバッドエンドになるみたいなやつですね。2000年頃に散々やったやつ。この国土社、なんと国土社からホームズ殺人事件。ミニパラレル小説というので、こう分岐があるだけの小説も全部、こう、勢いで出ていたわけですね。原服と言い張って。はい。この縄文伝説っていうのはちょっと見たことあるね。続いて、200ページ。麻雀がどんどん強くなるっていう、イタルさんこれ知ってましたか？え？知ってるんですか？はい。本当にこれ強くなるんですか？麻雀もの他にも何冊かあるんですけどね。そう。ウルティマ1。これは国産です。しかも国産、はい、そして宝島社、はい、だからドラゴンスレイヤーとかウルティマとかって、まあ、どこまで版権取ったか分かりませんが、いっぱいあるわけ、取ってはいるんじゃないですか、さすがに、うん、ジックね、いや、シシ、続いてこれは FF シリーズ、この辺りは 名作です、はいはい、スタンダード、安心しますね、なんか、この辺りはメジャーどころで、ここでも発表したことがある、初期の FF シリーズ。はい、続いて次のアルテウスの復讐、これはストーリー非常によくできていて、私はゲームブックの5紙に入る傑作だと思います。このアルテウスの復讐シリーズ、ギリシャ神話ゲームブック。でも次の青函トンネル大迷宮なんてものは知らなかった。青函トンネルが、青函トンネルって一本道じゃないですか。分岐がないんじゃない、分岐がない、昔は海洋もう一本でやってたそういうの、はい、けど迷宮したら大変だ、はい、どうやって管理するんだ、はい、続いて悪夢の妖怪村、鳥居かな子さん、これ電子で復刻しております。はい、死のプレーオフ、これも知らなかったね。宇宙戦争2045、これも知らない、はい、2045が成り立つのはすごいな。選択肢の整合によって特殊失点性を取り入れて、うーんっていう感じ、はい、続いてこう架空戦記っぽいやつがいくつか、次のページ、少女漫画とか架空戦記っぽいシリーズ、このウォーゲームってどっかいろいろ昔よく見た故障で、他は知らない。でも正当者から出ていて、まあどれも、まあ正直あんま面白くなかった。はい、続いて206ページ、スターウォーズゲーム、映画のスターウォーズとは関係ありません。まあ、確かにスターウォーズは別に映画じゃなくても使う言葉ですもんね、はい、一応ね。でも紛らわしいのは下のサバイバルゲーム、これはサバイバルって書けてると思われますが、ゴルゴサ、ゴルゴ、これは斎藤隆夫のサバイバルなんですか、うん、いや、分かりません。いや、でも、ね、絵はそういう、絵はそう、斎藤隆夫って書いてあるからそうなんでしょう、うん、引っ掛けてる。うん、次、恋占いラブアタック大作戦、さっき見ましたね、ベースボールゲーム。これ全部寸評出してると思うんで、みんなやったやったか、しかも読んではいるんで、まあ、多分提供してもらって、版元に、そして見本をもらって、紹介するぐらいはやっている。
このプロレスゲームって私見たことあります、この次のゲーム、うん、でも日本鉄道縦断チャレンジゲームってのは知らない。はい、だからこの辺りは本当にね。で次、あの清里パンション、ペンション養成街、お目当てはピチピチの彼女たちとニャンニャンすること。なるほど。いやこの養成街ってタイトルはこの80年代のあのノベル。カッパーとかあの辺のノベライズ、あ、ノベライズじゃない、ノベルみたいな感じがすごく、ノーコメントですが、うん、こんなものまでって感じですね。いつこれ出版社も整備堂だから速記系の出版社ですよね、はい、そうだね、間違いない、はい、てかそういうことやってたんだと。はい、次幻影の島、これは TSR から出ているハーレクインロマンス小説とか。ハーレクインもあるんだ。いや、ハーレクインじゃなくて、要は女性向けのシリーズっていうこと。本当に人気だったなぁ、ゲーム。はい。ラブハンティング、ま、早い話がナンパゲーム漫画だ。漫画なんですね、これは。はい、漫画形式でやってる、はい、でもこれはエロくはないんですね、多分。これポケモンみたいなもん。これは多分全年齢的な感じなんでしょうね。次に、いや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 、次には絵本もある、こうホイートリーダー出てくると安心しますね、ここでね。はい、次ようやくソーサリー、古典的な名作になっていきます。はい、これは4部作でありまして、これも名作です。こういうの見ると安心しますね。続いてはネバーランドの人形、1冊のパラグラフ数で世界最大1000パラグラフ。ただ後半はあのなるとこうパラグラフ召喚のためのパラグラフみたいなのがいっぱい増えていく。一行だけで右に行く左に行くみたいなのがたくさん部分にある地獄のようなゲームブックです、これは。はい、しかも双方向だからね、迷う、マッピングしないと。続いてバックトゥーザフューチャー巨大コン、安田さん TTG の時ですね。あのディマレストサーガ、ドラゴンの目、あ、ごめんなさい、さっき井上直美と言いましたが、古川直美さんですね、ゼビウスの方は。失礼しました、別人の方です、まあ、訂正します。古川のドラゴンバスターのゲームブック書いてる方ですね、うん、ナムコでね。ゴールデンドラゴンファンタジーシリーズっていうのは TRPG のこう、ドラゴンウォリアーズっていうのと 連動してるシリーズであります。で下の左下の、まあ、旧主たち、これは、今も人気あるシリーズで、あのドラガの塔でちゃんとマッピングができる、60回までこのシリーズできる。ドロワーがマッピングするゲームじゃねえけど。あのゲームブック版ドロワーがマッピングするゲームです。はい、ドロワーがってだってマトックでガンガン壁壊して直線距離、はい、はい、あのそれを言ったら、ね、ゲームブックファンに怒られます。怒られる、はい、次にショコラ色の恋、これはなんだこれは、パラレルタイプの漫画、その歌声を消せ、スペースを、いや全部知らないこれ、ね、この6冊は一つも知りませんでしたね。というわけで次、ロストワールド、これは、ゲームブックというよりは本を交換して戦闘するゲームで、今こうクイーンズブレードっていうシステムだけを使った、ポルノゲームになっております。あ、その本ですね、これは。はいはいはい、はい、ロストワールドだからそうです、はい。でも江戸時代が舞台のパラレル小説、これも知らなかった果たしてこれ面白いか、やる気に なってたんだろうか。はい、世界、これちょっと面白そうだ、80日かな、世界一周千両箱といい女は集めなきゃいけない。はい、どういう話だっけ。一言レビュー、じゃあ左下のパックストリーでの囚人、これがさっき言ったドラゴンブックスのゲームブックシリーズです、うんうん、であります。でもこう中身が書いてなくて、左上に光るホログラムがいい雰囲気お前読んでねえだろみたいな話ですね。よっぽど読む気にもならなかったんだ。いや、中身が面白いですよ、このシリーズは。うん、次にゴーストタウン魂の石、これは白戦車が出してるんですよ。いやいや、というわけで AD&D シリーズであります。なんだけどこれ80日間世界一周、これやっちゃっていいのって感じが。はい、教養パラレル小説、まあ、白馬出版、関係が切れてるから、これすごい面白そうですね。関係は切れてる、パラグラフ数34とか43とかですよこれ、うん、どういうことや。はい、一冊を30パラグラフとか厳しいと思いますけどね。そして AD&D シリーズ、スカイフォールで、このあたりはね名作であります。おすすめはデュエレスの大マッチってやつで、レストリン戦記です。あの今の出てる小説とリンクする話でありますし、シナリオと、そう、あのリンク、あのスカイフォールってのはレアですね、逆にね、今左下に。この辺りは TRPG のシナリオともリンクするものもあります。なんかいいの、はい、その当時の背景が、はい、続いて、はい、
魔境遊撃隊なりの呼び声、栗本薫原作のシリーズ。次、鷹の探索、黒田幸宏。おお、来ましたね。これ名作です。黒田のオリジナル作品で、鷹の探索おすすめです。超名作。で、D&D よくわかる本とか、超人ゴックとか、その作者が黒田幸宏さん。そして左上のさらば、愛しきアリウッド。これ復刻してます。吉岡仁。まあ、吉岡さん亡くなってしまいましたが。して次、左下。はい、グラディウス。はい、飯野文彦さん、ホラー作家の今の人が書いてる。で、樋口明夫さん。ちょっとグラディウスのゲームブックがあるんですね。そうですよ。だから、グラディウスとかゼビウスのゲームブックは、だから、シューティングゲームじゃない。ゼビウスはわかります。ゼビウスは意外とその人に、まあ、ファンタジーあるから。はい。グラディウスはそんなないでしょう。だから、そんなないでしょうというものもあるわけです。で、これ、双葉社の、かなり厳しいタイプのやつ、あんまり紹介ないですね。ゼルダの伝説のスタジオハード双葉社。これね、樋口明夫さんが冒険小説の今、作家になっていますが、このシリーズも膨大にあります。はい。続いて、次のページ。二見書房、暗黒城の魔術師。これは、アイルランドのユーモアのブレナン。そして、デビッド・ビショップ、グーニーズ。このあたりは、全部、フーゴ・ハルさんが噛んでる作品で、グーニーズとか名作ですね。ちなみに、ハリー・リンドってフーゴさんのことですからね、これ。バリー・リンドンから撮ったとか言ってましたけど。グーニーズは、他は傑作です。グレールクエストも復刻してます。タイガー暗殺拳っていうのも、こう、極物ですが、そんなつまんなくはないシリーズで、二見はレベル高いですね。次に、シャーロック・ホームズシリーズに、ローンウルフっていう、こう、人気シリーズ。これも今でも好きな人多いシリーズですが、なかなか。というわけで、膨大な知らない作品があった。これ87年1月の時点でこんだけあったってことですよね。そうだね。まあちょっとブームだったし、ね。いや、そのまだあって、クライの壺とか有名なものが、まあこの後にまだ出てはいるわけだから、バブルの崩壊直前ぐらいまでゲームブックブームで、要は90年代前半まであります。これの時期の前の対戦型のところにさすがに実ってないわけだね。はい。空中戦やるやつとか。続いてゲームブックを極めればボードゲームに行き着くって言って、くつれて呼び声のウェンディゴの、の復讐っていうのは、これは一人用プレイ。でトラベラーがなぜか紹介されているしかもなぜかってボードゲームそう引っ張り込もう、うん、そう口の指声のやつはこれエンディゴの挑戦は500とか600パラグラフぐらいあったと思うな。続いてテキストアドベンチャーに行きます。ミステリーハウスが出てますね。ミステリーハウスですね。ミステリーハウス続ですもんね、はい、テキストアドベンチャー次これゲームブックの母だよ。しかし画像がひでえ。そしてウィザードリーアップル2版この絵はなんだろう、ね、ザードリーの3って書いてますね。3ってことはあれか、リルガミン、リルガミン、レガシーオブリルガミン。そしてウィザードリーハンドブック、さっき言ったバグニュースのやつですね、うん、この人はウルティマ好きですよね。ウルティマのされていて、うん、ウルティマ4はウルティマ 3, の方です、ね、3が出てますねこれね、はい。ファミコン版に対して今でもウルティマファンが怒ってると言われて、はい、そうそうそう、中身が全然アニメになってるやつね。でシステムが意外とそのままなんですよね。はい。次メタルフィギュアがまた紹介されてます。ダーククリスタル用のメタルフィギュアなんていうのがある。でファンタジーローズシリーズっていう、これは、どこだろう、グレナディアかな、ちょっと忘れましたがシリーズが出ている。やっぱりメタルが最高。そうメタルが最高。当時は今みたいに下出るカラーって塗りやすいとかなかったわけですよ。ない、はい、しかも鉛なんですよ全部メタルがね。どこかで、しょうがないから、ニュルンベルクで聞きました。メルクリンのなんか宣伝の人が言ってました、やっぱりメタルが最高。いや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 、次ダイスタイルセット、フロアタイルに紙のサイコロ、雪山の初期にはこの紙のサイコロついたんですね、とかサイコロセット、あまりに懐かしくて、はい、あまりにも懐かしくて、もう記録ですね、貴重な。もうサイコロキャラでなくなっちゃったんですよね。はい。キャラ自体はないからないですよ、ね。次にオリジナル制作グッズ。来ました。ウォーゲーム作成キット。単に、縮尺の違う、ヘックスが、そうそう、まとめて入ってるだけのやつですね。次、テンプレート。枠を作るの嫌ならば、これを使おう。いやいやいや、しんどいでしょ。ナンバリング。お、このハンコを使おう。チャットハンコを使おう。時代を感じますな。はい。すごいな。
次にゲームの舞台、格打ち名大事件、これはいい本ですけど、次にモンスターコレクションって、あのカードゲームになっている初期のやつで、これはさっき言ったパックストリーの囚人とかスカイフォールとか、あの魔境遊撃隊なりの呼び声とか鷹の探索とかの引用がガリ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 ある本であります。左はゲームアーツのやつかな、これモンスターウィザードリーのやつ。はい、次に、ゲームブック RPG をもっと知りたい人は、安田さんの SF ファンタジーゲームの世界、鈴木一郎さんのロバート・プラモントの役、そしてダニガン。これやらないと。安田さんので、まあ、安田さんの代表作ではありますけど、ゲーム RPG とかゲームブックそんな載ってたっけこれ、ね、あんまりない、ないです、少しある。続いてロールプレインゲーム大百科、コンピューター RPG に任せなさいって言って、これはパソコンゲーム中心のやつね。ドラクエ1とかも一応ありますが、あのその後ファミコン専用のロールプレインゲーム大百科みたいなの出ます。本種の兄貴分だって言って、正背景のやつもある。これはトレーダーズギルドでは7800円ですが、売り切れてました。はい、続いてゲームブックのマナーのまみ、才の目をごまかすな、別のページで読むな、指示を無視するな、ヒントを人に教えるな、厳しい。この前イアン・リビングストンの対談を起こしたらチートはしたのかっていきなり聞いていた。こんなもんするでしょ、ほんま。そしてマッピングの仕方丁寧に記録しろって、なんと真面目な。そして用語解説というですね。そして読者プレゼント、この数から見てスポンサーに提供してもらったものと思われます。よく最低限用語集でリナンバリング、パラグラフ番号などを振り直すことが書いてありますけど、これは本当に最低限なんですわ。いや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 。いや聞いたことはありません、リナンバリングなんて。はい、いやていうかこれよく見たら、これプレイヤーサイドの用語じゃなくて、そのデザイナーサイドの用語がバシバシ載ってるじゃないですか、はい、うん、デバッグとかも、ね、いやというわけで、いや広いものでございました。いいもんですね。これ皆さん一冊通して読んだんで、ゲームブックの基礎知識はもうバッチリ。いやでも確かにこれ基礎知識はバッチリと言えなくもないぐらいには書かれてますよね。はい、ちゃんとその作るマニュアルになってるところ、しっかりなってるところがすごいですよね、これは。はい、で、サンプルが3種類載ってて、全部違くてっていうのが。はい、当時、ゲームブック作家っていうのは、50代でもデビューした人いっぱいいましたので、これ読んでプロになった人もいたと思われます。いたかもしれないですね、これ、確かに。はい、というわけで、お疲れ様でございました。なんか国産のものに冷たくない、めっちゃ広がった。あの基本いや多分これ書いてる人明らかな不合格じゃないですか。いやでも国産のものが無視されてジムに大変かな。今だったらもうこれ商売で国産のできないですね。もう安い大変かしかできないですね。一切触れてない。あの基本その海外市場主義のそんな感じですよ、ものがよく出ている。鼻持ちならない、鼻持ちない、もう全然。で、まあ、今プレイしているタケルベノブアキさん、ごめんなさい、のこう二馬車のオリジナルゲームブックとか、こういう雰囲気で全アニメ大学見たいんだけど、全アニメ大学見たい。1958年から現在までってすごいよ、本当に。安田これは名作。いやロールプレイング大百科このテンションで書かれてるだけちょっと興味ありますよ。これより前に出てるわけでしょ。そうそう、でこれすごいよ。だって86年かそれぐらいってことでしょ。だってな、80のこれより前なんだから、ドラリタメリーが出てギリ出てたあたりで、子供向けに RPG を紹介しようとしたものだよ。だから小学生にパソコン RPG を紹介してるってことでしょ。でだから要はあのウルティマ3エグザスとかエグゾダスとか持ってるわけでしょ。そう、ウルティマもウィザードリームもありますし、やばいですよ、ね、ハイドライドとかもあった。これ竹部さん、そう竹部さん本名、こっちがミュージアム的にはこれが必要だよね。迷宮メイドパズル、メイドパズル大百科、はい、いやこのシリーズの当たり物はこれぐらいなの感じなんですね。なるほど、すごいな、はい、というわけで皆さんの軽文書へのイメージが良くなったんじゃないかと。だいぶ良くなったでしょこれは。